皆さんこんにちは。日本を強く、現場に誇りを。ひげの隊長佐藤正久の国会教室、今日もよろしくお願いします。今日も昨日に続いて緊急事態宣言、これについてお話をしてまいります。菅総理は本日の自民党役員連絡会において7日の日に諮問会に、これを開いて方向性を決める、つまり7日のうちに手続きをすべて終えて8日の0時から国葬法に基づく緊急事態、これを宣言する。場所は東京、そしてその周辺の埼玉、神奈川、千葉となる方向です。期間は約1ヶ月というふうになっておりますけども、これによって1都3県が8日からいろんな措置をやるというものと歩調が合うという感じになります。今日も東京都は1278人の感染が報告されました。過去2番目に多い陽性者の数です。重症者も111人、これは過去最高です。横綱の白鵬も陽性が確認された。いろんなニュースが入ってくる。やはりまだまだこの感染拡大の状況は続いているというふうに言わざるを得ません。緊急事態宣言が出れば何が変わるか、これが法律の要旨です。宣言がなされば次のような措置ができます。例えば外出の自粛要請、あるいは工業場、あるいは催し物の制限、この要請指示ができる。また医療体制というものについても強化ができる。また場合によってはこの特定物資、この売り渡しの要請というものもできるようになります。ただこれを全部やるかどうか、これはまた別物です。これは法律でこういうものができると。今までは特措法の24条に基づいて各知事は営業時間の短縮等の要請はできました。でも強い権限はなく、あくまでも要請です。宣言が出れば45条に基づいて要請だけではなく、それに従わない場合、例えば営業時間が8時までと言っているのを守らずに10時、12時であれば、それを是正するためにやめなさいという指示ができます。指示をした場合、そのお店の名前、これも公表することができます。ただ罰則規定はありません。これは今回の特措法の改正の一つの焦点にもなります。また緊急事態の宣言を政府が出したとしても、実際に営業時間の短縮等、あるいは外出の自粛等要請ができるのは国ではなくて各都道府県知事ということがあります。このあたりも事後の特措法の改正で焦点になることが考えられます。では東京都の方、どういうことを考えているか。昨日東京都の会議で決まった方針を今から説明します。これは埼玉、神奈川、千葉も同じように横並びでやることが考えられます。まず外出等の自粛要請、20時以降の不要不急の外出は控え、ステイホームでお願いします。また3密は避け、必要な外出も短時間、不要不急の県境をまたぐ移動は自粛というもの、外出の自粛要請。次いで営業時間の短縮要請です。8日金曜日から11日、まさに連休の間は酒類を提供する飲食店については午後の8時まで、12日火曜日から1月31日日曜までは飲食店全部です。酒類を提供する市内にかかわらず午後8時までというふうに方向性を出しました。ただ1月31日までかどうかは国の緊急事態宣言の期間によっては若干前後する可能性もあります。さらにイベントの開催制限、イベントの開催に際しては延期、またオンライン、規模の縮小、無観客での開催、全部止めるというわけではありません。開催する場合も感染防止の対策徹底、そして成人式、スポーツなどのイベント後の会食は禁止、つまり成人式を全部やめろと言っています。その後の会食は禁止、また開催する制限は国の取り扱い、これに準じて継続をしたいという方向性を出されます。そしてテレワーク、やはり満員電車
というものを避けるという意味でも、テレワーク、会社に出勤をせずに自宅とあるいは宿泊してというものを利用してテレワークをしてください。そういう企業には支援を、金銭的な支援を行うということです。週3日、社員の6割以上のテレワークというものを要望しています。そして学校での対応です。学校を4月の緊急事態のように全部閉鎖するではなく、学校は基本的に継続です。授業をしてもらって結構です。ただ感染防止対策、これを徹底しながら行ってください。また場合によってはオンラインというものも活用してください。ただそういう施設がない場合はオンラインではなく対面でも OK です。ただ感染防止という部分、また部活、合唱等飛沫感染の可能性の高い活動は中止をお願いしてください。小中学校においてはこの学校運営、これも感染防止というものを取りながら行ってもらって結構です。4月とは違います。つまり今回は4月のような緊急事態とは違って、1都3県に限定し、しかも商店というのを飲食業の時短営業、また外出制限の要請という部分、このあたりに焦点を当てています。つまり地域を限定し、対象も限定するというのが今回の特性です。で、それで本当に感染が防止できるのか、これはやはり我々一人一人の行動に関わってくる。あくまでも今の法律上は人権の関係上、制限というのが限定されています。罰則規定もありません。よって我々がどういう形で3密を避けながら感染防止に努めるか、これが鍵になります。よく言われる人権の制限、自由権となります。精神的自由、経済的自由、人身の自由、特に経済的自由、こういうものは他の国でも縛ることが比較的容易と言われています。ただ精神的自由、これはかなりハードルが高い。言論あるいは表現あるいは信教の自由、こういうものを縛ることはかなりハードルがあります。ただ今回の国の要請というものにおいては、集会についてもかなり制限をかけておりますので、その分についてはある程度我々も政府あるいは知事の要請に基づいて限定しないといけないというふうにも思います。まさにこのあたりは次の特措の改正においてどういう形の罰則を含めた人権という観点に配慮しながらどうやって感染防止をするか議論になります。これは国民一人一人の行動変容に期待する以上のものではありません。よってどうやってその国民との共感を得るか、これが一番のポイントです。昨日も言いましたけども、やはりそれは総理のリーダーシップ、メッセージ、リスクコミュニケーション、これに大きく依存します。すなわち国民に我慢してくださいという以上は、それに伴う経済支援、特に飲食店あるいは GoTo トラベルによって影響を受ける観光業、それに関連する企業、特に飲食店であればそれに食材を納めている方々、あるいは飲み物を提供する方々、付随する関連業種もあります。非常に難しい問題でありますけども、そこにどうやって光を当てるか、でなければ医療体制は守れても倒産、廃業によって場合によっては自殺者というのが出ないとも限らない。やはり総理が国民の命と暮らしを守り抜くと言っている以上は、そういう経済的な影響による自殺者というのを絶対出してはいけない。そのために思い切った対策をやるということが大事です。昨年は4月の緊急事態宣言を受けて補正予算、第一補正予算も4月に組む、そういう異例なことをやりました。これも全て国民の命と暮らしを守るためです。そういう経済的な支援も緊急事態宣言に合わせて強いメッセージ性を出すのも大事です。さらに水際対策です。なかなか簡単ではありませんけども、水際対策、やっぱ総理のリーダーシップ、これによって穴を埋める、国民に人の流れ、
移動というものを自粛をお願いしておきながら、一方で空港から海外の人がどんどん入ってくるというのは、これは絶対ダメです。一般の外国の方は止めてますけども、今ビジネストラック、あるいはレジデンストラック、これは止まっておりません。どのぐらいの人が入ってきているか、資料がありますけども、例えば12月21日から27日の間、約1万1000人の外国の方がこの1週間で入っています。12月28日から1月3日の間も約8000人弱の方が入ってきています。1月2月、これが非常に実は要注意。なぜかというと、お隣の中国、台湾島においては春節があります。つまり正月休み、多くの人が移動します。例えば今年1月、どのぐらいの中国から日本に入ってきたか、88万人、約90万人弱です。台湾でも45万人、韓国からは34万5千人入ってきています。2月をそれなりの数が入ってきている。つまり春節というものがあれば、その前倒しで仕事を理由に日本に来たいという人も増えてきますから、国民に自粛を要請する一方、ビジネストラック、レジデントラックで入れる、これはなかなか説明がつきにくい。特にオリンピック関係とか、なんか例外があれば、それは例外規定として若干の認める場合もあるかもしれませんけども、基本的にこれは止めないと国民の理解は得ることは難しいと私は思います。外交部会長として引き続きこの点については政府の方に強く強く申し入れたいと思います。さらにこの表を見てください。これは空港検疫、空港で陽性が判明した日本国籍と外国籍数の月別の数です。見ると3月4月は日本人の方が多い。一方で5月以降、5月から12月はやっぱり外国の方の方が陽性者が多いという、このデータもあります。であれば、やはり原則外国の方の入国を止めるということは、このデータからも非常に大事です。繰り返しますが、特に1月2月、これ非常に春節がありますから、多くの外国の方が入ってくる可能性がある。緊急事態という状況であれば、やはりそれも止めるということが私は大事だと思っております。そういう形で緊急事態、総理が決断した責任は全部自分が負う覚悟であれば、経済対策と水際対策、この2つは強力なものをやらなければ国民に共感を与えるということは難しいと思います。引き続きしっかり日本を強く、現場に誇りを、その信念で政府に強く強く働きかけてまいります。いかがだったでしょうか。やはり東京で1200人を超える感染者が出た、重症者が111人、過去最高、こういう状況であれば、みんなで協力して感染を止める、同時に政府としては経済対策、水際対策、これをしっかりやることが明日への一歩、これにつながると思います。引き続きこの問題についてはこの国会教室でも発信をしてまいります。できればチャンネル登録、引き続きよろしくお願いします。